見たことが文字としてこう伝えられたことを実際に体験する、うん、その融合して、うん、両方をこうやっていこうと思う、うん、10年ぐらいくださって、はい、実際にそうです、行かせていただいたり、イベントに参加さ、番組あるかな、でも、あの、俺の方の方と全然違う。表面張力の話、玉の形になるか、表面張力、そして、まあ、シャボン玉とか、ね、この話にしたり、どん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 広がっていく中で、次の方を紹介する。おはようございます。あ、つなげていくような、そういう。はい、お子さんによっては、水玉レンズで、単純に水玉だけじゃなく、きっともっと水のことだったり、あの、昆虫好きな人でしたら、じゃあ、実際にいろんなものの上に、水滴を落として、そうですね、弾くものを落とす。いろんな橋の話もとか、そういうふうにどこに興味を持つかわからなくて、まあ、一つのテーマ、あるいは一つの本を広げていき、そういう本から本を読んでいくし、レジンケットですが、入り口は皆さん自由なので、ね、それで便利だなと思い出したのかなっていうのが、そうですね、なので例えば、この本でしたら、例えば普通でしたら種、植物とかなんですけど、どういうふうに落ちるかっていうのを普通に詰めたらあるんですね、まあ、こうそうすると男の子たちはそういうところに興味を持って、あの、ちょっと